旦那の両親も私の両親も毎日喧嘩をして、その姿を子供に見られても平気な床親だった。お互い夫婦になるときに毎日喧嘩するような夫婦にはならないようにしようね、子供に喧嘩する姿を見せないようにしようと、仲のいい夫婦になるように心がけることを誓った。小さい頃から両親の罵倒、暴力、喧嘩を見せられて育った私。今じゃトラウマで、夫婦が大喧嘩してる姿をテレビで見るだけで、涙が止まらなくなって、不安になってしまう。夫とも、喧嘩はしないわけじゃないけれど、キリのない罵倒や、暴力など、意味のない不毛な喧嘩はしていない。静かに怒って、お互いすぐに悪いところを反省する感じ。なので、私たち夫婦はとても仲がいい。が、それが、義両親やうちの両親は気に食わないらしい。義両親は、私のことを、うちの両親は、夫のことを悪く言い、悪い部分を挙げることで、自分たちの子供が不仲というか、喧嘩をするように持っていこうとする。多分、自分たちが毎日喧嘩をする夫婦だから、それが正しいと思いたいって部分があるのではと、夫と話していた。相手にするつもりがなかったので、放置していたら、徐々に、どちらの親も、行き過ぎた言動が増えてきた。夫に、私子が、夫が解消なしで困る。と言っていたと嘘を吹き込もうとしたり。騙されることはないけれど、露骨なやり方に夫婦でうんざりして、もうダメだと。そこでドキュン返し決行。と言っても、親たちがやってきたことの逆をやっただけなんですが、私がお父さん、お母さんと毎日喧嘩してきたけど、本当はすごく感謝してるらしく、喧嘩した後、いつも後悔してるらしいですよ。昔の人間だから、謝ることにも抵抗あるし、愛情表現がうまくできなくて、きつく当たってしまうって、愚痴ってましたよ。と姑に嘘を。姑にも、勝ち気な女性だからきついことを言ってますが、裏では、お父さんのことを自慢しまくっていますよ。本当はデートもしたいみたいです。でも、年だし、お父さんが嫌がるだろうって、しょんぼりしてました、と。夫は、私の両親に同じ嘘を。嘘だってバレても、先に嘘ついてきたのはあなたたちだと言い返すつもりで。そしたら、面白いことに、それから、義父母はもじもじぎくしゃく。普段喧嘩ばかりだったから、相手が、こちらのことを思ってると知らされても、どう話しかければいいか、わからなかったらしい。同時期に作戦を決行して、先に変わり出したのが義両親。姑が、姑を散歩に誘い出したらしい。姑はびっくりしたけど、愛情表現がうまくできない人だし、これが愛情表現？とうまく思い込んでくれたようで、素直に散歩について行ったらしい。姑は、素直に散歩についてきたことで、やはりデートをしたかったのかと、都合よく受け取ってくれた。そんな日々を過ごすうちに、だんだんと会話が増えていき、私たち夫婦の嘘も発覚したらしいけど、発覚する頃には、すっかり夫婦仲が改善されてしまい、怒るのもおかしいし、むしろ、息子夫婦に嘘を吹き込もうとしてた過去を、恥ずかしく思い、謝罪しなければと、ある日、夫婦で呼び出され、丁寧に謝罪されました。夫が涙ぐむ姿は、当時私には羨ましかったな。仲のいい親の姿って、子供は、無条件で嬉しいものなんだよね。そしてその頃、うちの親は、嘘じゃないのかと疑って、作戦は、なかなかうまくいってなかった。義父母に謝罪されたとき、実はうちの親にも同じことをと話したところ、なぜか協力をしてくれることに。喧嘩ばかりの夫婦の本音は、わしらの方がわかると、やたら張り切ってたのがおかしかったです。義父母の作戦は、今、義父母世代はラブラブなのが普通。イチャつかない方がダサい。でした。内容は至ってシンプル。義父母の仲の良さを見せつつ、今は、昔と違って、どこのお宅も、夫婦で散歩したり、趣味をしたり、愛情は、ストレートに表現するものですよ。有名人夫婦を例に挙げてみたりと、
自分たちが古いと思わせ、なおかつ同性同士で仲がいいと、いかに生活が楽しくなるか、青春を取り戻せるかを吹き込むというもの。男は男同士で、女は女同士の場を作り、相手が身構えにくい状況を作って、私たち夫婦はその裏で、母がどれだけ家庭のことを父のために頑張っていたか、父が母のために仕事を頑張っていたか、などを吹き込み続けました。そして、ある日、両親に呼び出されました。うちの親は、義父母の時とは違い、お互いそっけなく、目線を合わせようとしない。ああ、うちの親はダメだったか。と、夫の親を見た影響で、親が仲良くなるかもと期待してたので、もう無理なんだと絶望感に包まれていたら、謝罪されました。夫が、私子が、両親の不仲を、幼い頃から悩んでいた。ということを説明して、両親から、すまないことをした、と謝られました。この時、そっけなかったのは、まだ照れくさくてぎこちなかっただけだと、後から教えてくれました。最近は、両親と義父母で旅行に行ったり、食事に出かけては、お互いのろけまくってるようです。喧嘩ばかりで、若い頃を過ごしてきた分、今夫婦で過ごすことが、すごく楽しいようです。嘘を吹き込んだことで、それにより、さらに、両親たちの不仲に拍車がかかる可能性もあったことから、ドキュン返しだと思い、こちらに投下させてもらいました。